そうですよね。霧島くんを見ていて、なんかすごく友達になりたいなって。ああ、なんかそういうキャラクターらしいですよ。うんうん、すごく。実際にあの、作者さんも、なんか霧島というキャラがいると、あ,<ー>あの物語が動かしやすいって。ああ<ー>、やっぱり。コミックのあの裏に、ね、コミックの書いてありましたね。こいつがいると、こう場が盛り上がる。うん。確かに。 その一 a の中の盛り上げ役みたいなところが。するする。大変なんですよ。えコミックスで、オフリフで、誰が言ってんだろうみたいなセリフあるじゃないですか。あ、うんうん。なんとかじゃねえかみたいな。あれが全部霧島に回ってくる。やっぱり。本作ではあんまり印象が、こう、あれ喋ってないな前半って思うんですけど、実際に現場に行くとめっちゃ喋ってる。ああ。リアクションみたいな。ね。芸人えリアクションじゃん。今リアクション芸人って言いました。てえ、あ、そう思って、やっぱ一緒なんだね。 思ってること、バラエティーハやめろやめろリアクション芸人。俺はそんな面白いこと言えないんですよ。俺はどっちかというと、こう、揉んでいくタイプで。あ、揉んで、あ、揉んでる。バカタイプじゃない。番カのタイプじゃないんですよ。あなるほど。地味なんですよ、僕も。じゃリアクション芸人タイプじゃなく、そうです。トークで展開していくタイプ。なるほど。それトークで展開とか、あとは、あの、ひな壇から、おぉぉぉぉぉ��ぉ�、声を大きく出す。大事よくて欲しい。さ、どれも。貼る、声を貼る。声をでも。 あ,ありがたいちゃんと言っとく。そうそう笑ってくれる,る笑いでみんな笑ってくれる、ねそうそうそう。そうだ、お客さんは、あ、これは面白いものなんだってちゃんと教えてあげる。<laughs> 重要。この子は笑うとこだよって。 シ島とそこ似てますね、ジャンみんなの周りの気持ちを高めてくれるっていう部分で。霧島もそう、ガヤ要因ですから、霧島そう、だから演じる時に大事なのは、今言ったように、まっすぐさって言ってくれたじゃないですか。確かに正義感とかもあるんですけど、いかに周りがちょっと見えるタイプかっていう。うーん。突っ走るというよりは、明るく正義感もあるんですけど、ちゃんと周りと一緒に、よし、頑張ろうぜっていうタイプ。周りの空気作りなんだ。そう。あ、今ガヤ要因と言ったけど、その吹き出しのない言葉を言ってくれる要因ね。そうですね。まるで俺と正反対。いやいやいや、ぴったり。 2人では